毎日毎日僕らは鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうよ。ある朝僕は店のおじさんと喧嘩して海に逃げ込んだのさ。初めて泳いだ海の底、とっても気持ちがいいもんだ。お腹のあんこが重いけど、海は白いぜ、心が弾む。桃色サンゴが手を振って、僕の泳ぎを眺めていたよ。毎日毎日楽しいことばかり。難破船が僕の住処さ。時々サメにいじめられるけど、そんな時はそうさ、逃げるのさ。一日泳げば腹ペコさ。目玉もくるくる回っちゃう。たまにはエビでも食わなけりゃ、塩水ばかりじゃふやけてしまう。岩場の影から食いつけば、それは小さな釣り針だった。どんなにどんなにもがいても、針が喉から取れないよ。浜辺で見知らぬおじさんが、僕を釣り上げびっくりしてた。やっぱり僕はたい焼きさ。少し焦げあるたい焼きさ。おじさん唾を飲み込んで、僕をうまそうに食べたのさ。はい、こんばんは。今夜はね、泳ぎたい焼きくんを歌いました。2019年11月の8日金曜深夜の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。今日も0時前ちゃったことで、まだ生きてますんでね、どうもね、土曜日はね、夜が明け仕事だからね、今週は仕事です。さて、今日も YouTube ライブ、もうそれ、やろう。あ、今日も目玉焼き、やろうかな。買い物しなかった、遅かったんで。今日目玉焼き、やろうかな。あ、疲れた。土曜日仕事だね。土曜日仕事です。買い物、でも卵3つある。昨日水使って残り3つあると思うんで、まだ。それやろうね。今週は土曜日仕事だから日曜だけね。だからセンター会は無理ですよ。葛飾の生存確認。2019年。先週は日月だね。先週はね、日月休みだったんでセンター会。今週は日帰りかな。まあでも墓参り行こうと思って日曜日ね。墓参り。墓参り行った後、日帰りだ後、行けたら行こうかな。2019年。11月の8日。11月の8日、金曜深夜、ね。そばに誰かいないと沈みそうなこの胸、まるで潮が引いた後の暗い海のように触れる肩のぬくもり感じながら話を、もっともっとできるならば、今はそれでいいさ。息で曇る窓に書いた、君の名前指でたどり、後の言葉迷いながら、そっと言った。薪の明かりキラキラ、あれは何をささやく、愛が一つ芽生えそうな、胸が弾む。
時の好きな歌を耳のそばで君のために低く歌い、甘い涙誘いながら、そしてまた街の明かりキラキラ、あれは何をささやく愛が一つ芽生えそうな、胸が弾む時を Once more、 そばに誰かいないと沈みそうなこの胸、まるで潮が引いた後の暗い海のように、触れる肩のぬくもり感じながら話をもっともっとできるならば、今はそれでいいさ。息で曇る窓に書いた君の名前指でたどり、後の言葉迷いながらそっと言った。街の明かりキラキラ、あれは何をささやく愛が一つ芽生えそうな、胸が弾む時の好きな歌を耳のそばで君のために低く歌い、甘い涙誘いながら、そしてまた街の明かりキラキラ、あれは何をささやく愛が一つ芽生えそうな、胸が弾む時よ。はい、こんばんは。今夜はね、今夜も昨日と一緒で、酒井さんの街中でございましたね。浜圭さん、拓優さんですね。はい、こんばんはね。2019年11月の8日金曜深夜の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、こんばんは。どうもね、ピカさんどうも、トラさんどうもね、クロクロさんどうも、ゼイキさんどうもね、暗くなるかな、ごめんね。でも好きなのさらば、巻き流りね。ありがとう、遅くにね。さて、今夜の一杯行こうか。今夜。今夜の一杯行こうかな。あ、土曜日祝日だからね。昨日も言ったけど、土曜日祝日なんでね。よくあげていくぞ。今日もお湯割り。お湯割り行こう。お湯割り。お湯割り行く。お湯割り。入れて、お湯割り飲もうかな。マスターさんどうもね。ちょっとね、帰ってくるとどうしてもね、12時台だったか、町田のアパートに着いたのが10時半ぐらいか、それで町田出たのが11時ぐらいか、それか。土曜日ことだからね、乾杯。でも終電じゃないからね、乾杯。終電だったらね、もう1時過ぎに家に着く、もっと遅いと思う。今日終電じゃないからね。終電の一歩前で、あいかも。お湯割りね。悪いよ、ごめんね。回線が弱いのかもしんない。ごめんなさい、今。残業ですね。遅くなっちゃったね。また、口説いた人。口？ちょっと、また、ちょっと、正義さんの文章はさんよ。また、口？くどい、人か。ちょっと文章わかんないで、ごめんなさいね。PC で回線がある、回線が。モバイル回線でやってるからね、それもあるかもしれない。携帯のさ、データ通信、ちょっとね、信号って悪い時もあるんだよね。僕は満足してますんで。じゃあ、だってね、ちょっと待って、目玉焼きやってくるね。昨日3つ使ったでしょ。今日残りの3つね、目玉焼き。目玉焼きやる。
崩れちゃったけどね。まあこんな目玉焼き3つで、じゃあ目玉焼き通り割りで、あ、どうも、まあ、どうもね、じゃあ目玉焼きを、ハゲは知ってくれ、だ文章がおかしいんだもん、正規さんの文章が、ごめんなさいね、うん、また口でも、うん、ちょっと読めないかな文章、うん、くどい人語りか、わかんない、ごめんなさいね、ちょっとね、ちょっと聖さんのコメントちょっと読みにくいんだよね、ごめんなさい。だから皆さんはそう思うよ、聖さんのコメントちょっと変だよね、文章的にね、なんか変な感じでね、意味わかんない感じでね、ちょっとまた崩れちゃったけど、しょうがないね。目玉焼きで。うん。うん。うわ。しょうがないです。やっぱ お祝いはいいね。お祝いはね、持つね。これね。お祝いにするとね。たまにさ、こうやってなんだっけ、本格焼酎はさ、木一本飲んじゃうけどさ、木一本飲み出すとね、すぐなくなっちゃうからね、やっぱお祝いがいいやな、うん、持って、うん、お祝いは3分の5分の2か、3分の1から5分の2ぐらいだもんね、使うの失敗とかもう崩れちゃって、最初に崩れちゃったって、さらに移すとき、うん、うち返しがないんだよね、なんか皿返し、ここだからそれもあって、うん、返してなかった、走ってやろうと思ったらね、さらに、うん、でも食えっか、うん、卵、うん、昨日6個入りでローソンストアの100円のタネだからさ、6個入りで昨日3つ買ったでしょ、で残りの3つ、うん、今日も買い物しなかったよ、ほんと今冷蔵庫なんもねえやな、あさって休みだから、なんか買わないとな、日曜日。今週要は土曜は仕事だからね。うん。土曜日仕事、土曜日仕事だから。で、日曜は、ね、墓参りに行こうと思う。墓参り。ご先祖様のこと。で、最初、10月か。先月あたりが墓参りもなくなってね、やっぱりね、夏場過ぎるとね、やっぱ雑草の生えるのがさ、当たり前だけどさ、ね、そんな生えないから、ね、楽だ、夏場はね、すごいもんね、ほんとね、うん、すぐ生えちゃうけどね、やっぱ10月になったらね、楽になった、ほんと、うん、猫に、陽子さんでも猫しろって一人でしょ、あれ、大丈夫だよ、うん、体大丈夫ですよ。じゃあ、うちの松崎家のお墓、千葉市にあります。千葉市バスから、バスで15分ぐらいかな。うん。車があればね、16号線が近いんだけどね、うち車ないからね、千葉駅の方から。八千代市も16号線取ってるでしょ、だから、車があるとかだったら、自家用車であればさ、ね、16号線乗って、ちょっと曲がってね、すぐだけど、うちは車がないんで、京成で本線と千葉線で千葉駅に行って、そっからバス乗って、めんどくさいけどね、それはしょうがない、うん、そうよ、車があればね、八千代からだったらすぐなんだけどね、うちは車がないから、ね、千葉駅からバスで行きます、うん、こんばんはね、うん、ネットががいいんだよ、だから、うん、普段喋んないからさ、あ、何人ってことか。ね、そうか。あなたさ、オリンピック絡みでさ、国籍変えたからな。何人ってわけね。どうもね。うん。お互い様どうも。小田さんどうもね。今日もこれ、お祝い。崩れちゃったけど、目玉焼き。ね、じゃあ、もう一杯持ってこようか。お湯。ああ。Yeah.
これ電気ポットだよね。で、本格焼酎部。いや、これじゃあこれでおしまいしとこうね。はい、乾杯。めんどくさごめんね。うん。そうね。あ、しずちゃんどうもね。今日もお祝いです。これ、お祝い。で、目玉焼き。崩れちゃったけど、目玉焼きです。うん。うん。日本人ですよ。黒をつぶつぶは胡椒です。塩胡椒でね。うん、うまい。卵の白身ってさ、これ焼いてここ麺作るとうまいよね、あれ。なんか、ゆず卵の白身ってあんまりありけねえけどさ。うん。だから、ゆず卵もあれも炒めてこんぐらいすればうまいかもしんないね、あれ、白身ね。うん。ほんと、ゆず卵の、あれ、白身はさ、ありけねえけどさ。うん。あれ、炒めればうまいかもしんないね。うん。いや、まず日本人ですよ。何も言えないよ。グラルなんか言ったらさ、それは問題になっちゃうよね。言えないから生きてるんだ。生きてるんだよ。リアルで言わないのよ。生きてく上じゃ当たり前じゃないか。リアルでは言わない方がいいよ。いろいろ問題あるもんね。うん、思ったことこうやって。コメントスルーはしてないからね、ちゃんとね。うん、やりながらだってどうしても見えない場合なんだよね。あ、そうだ。最近思ったことだけど、あれ。今度ね、仕事早く終わった時で、日曜しか休みない時あるけど、土曜日とかも、遅い時無理だけどさ、土曜日ね、6時とか終わる場合あるんだよね、土曜だったらね。早い。そういう時で、日曜だけの休みの時、キャンプに行こうと思う、それ。だから、夜暗くなったからだけどね。でも、それでもね、僕のは安い店だからさ、設営できるんで暗くなったからだから、多分ね、だから、外でなかなか、うん。外では暗いとできないと思うんで、テントの中でヘッドライトとかでさ、飲み食い動画、ライブ配信したいと思いますんでね、今度ね。あれ、日曜だけ休みの時でさ、前日早く帰れた場合ね、キャンプに行こう、テント泊に行こうと思うんで、今度考えた。ね、うん、それもいいかなと思ってね。うん、ただ、この人でも早くなると思うんだよ。たまに土曜日とか、日曜休みだけの休みでさ、土曜日早い時あるんだよね。そういう時、もう、キャンプに行こうと思います、今度。そういう時あったら、なかなかないけどね。うん。土曜もそういう時あるからな。泳げませんね。泳げませんよ。うん。ね、話はしないようにしてますんでね。うん、うまっ。目玉焼き最高じゃん。はい、おいしい。いただきました。こちらは目玉焼き、今日も目玉焼きでした。寄れますよ。饒舌だから舌が酒散々飲んだ。え、舌が酒、まあ意味わかんないや。家の中は明かりながら使うよ、停電したらね。今はね、ついてからね。タッチできないよ。そろそろ、でももうこれ飲んだらわけしないだって、もう夜が明けたら仕事だしね。うん。だらで、うん。寝配信はしないようにしてるんだから、ごめんね。だから、せめて、はい、平日はこうやって終わろうと思ってます。ね。咀嚼設定じゃないんだよ。今日買い物できなかったから。うん、家にあるもんって言っても、あんまなかったんで、こんだけなの。うん。遅い通りじゃなかなか買い物すんの。買い物してもっと遅くなっちゃうからさ。うん。うん。ワーズマートって1時まで空いてるしさ。
まあ駅の近くにはさ、ローソンストアもあるからさ、買い物できんだけど、買い物寄ってたら遅くなっちゃうから、ただ少しでもと思うと、それ飽きたからさ、ね。うん。締めの歌歌うかんね。うん。糖尿じゃありませんよ。うん。じゃあ、トンボ行こうか。最後、今日はトンボで行こう。剛のトンボで割ろうかな、今日はね。トンボ歌詞。かっこよかったな、長渕さんね、トンボのね、思い出すな。まあ、トンボの頃と比べても、ほんと今の剛さん、ずいぶん太ったよね。っていうか、まあ、肉体改造したんだろうけどね、あれ、プロレスラーみたいなね。歌いらない人は来なくていいよ。じゃあ今日の最後はトンボで。コツコツとアスファルトに刻む足音を踏みしめるたびに、俺は俺であり続けたい、そう願った。裏腹な心たちが見えて、やりきれない夜を数え、逃れられない闇の中で今日も眠ったふりをする。死にたいくらいに憧れた花の都大東京、薄っぺらのボストンバッグ、北へ北へ向かった。ざらついた苦い砂を噛むと、ねじ伏せられた正直さが、今頃になってやけに骨身にしみる。ああ、幸せのトンボよ、どこへ、お前はどこへ飛んでゆく。ああ、幸せのトンボがほら舌を出して笑ってら、明日からまた冬の風が横面を吹き抜けてゆく。それでもおめおめと生き抜く俺を恥じらう。裸足のまんまじゃ寒くて凍りつくような夜を数え、だけど俺はこの街を愛し、そしてこの街を憎んだ。死にたいくらいに憧れた東京のバカ野郎が、知らん顔して黙ったまま突っ立ってる。ケツの座りの悪い都会で、憤りの酒を垂らせば、半端な俺の骨身にしみる。ああ、幸せのトンボよ、どこへ、お前はどこへ飛んでゆく。ああ、幸せのトンボがほら舌を出して笑ってら、ああ幸せのトンボよ、どこへ、お前はどこへ飛んでゆく。ああ幸せのトンボがほら舌を出して笑ってらー。はい。今日はトンボでした。どうもね。ごめんね、回すもんはなくて、もう遅くなっちゃうからね。うん。もう寝ないですね。じゃあ、最後これ飲んでおしまい。元気ですよ。うん。かっこいいで、キティちゃんありがとう。本当に何言ってるか分かんないでしょうがないですね。まあ、何言ってるか分かんない人はしょうがない。おやすみなさい。知りません、山井村さんどうなのか知りません。自分のことで精一杯。あ、でも今度は一回反応があれ行ってみようかな、日帰りの時ね。うん。キャンプで一回も、まあ台風以降行ってないからね、どんなものを感じるか。あと、いや、そうだな、気になることいっぱいあるな、ほんと。この大雨で、利根川の遊々公園もね、
そうなってから。もう、でも、最近秋晴れ続いてからでもう、余裕公園も行けると思うな。ほんと、ちょっとまあ、先週だかな、10日ぐらい前。アビコのホームページから、悠々公園ちょっとね、あれ、入れない会だったからね。明日土曜日は仕事だし、土曜日。で、日曜休みなんで、そんな感じ。あ、そうだ、僕、トランジアのあれ、つい僕、トランジアの安直、赤色のやつの、赤と緑だけど、僕、赤のやつかな、アルコール燃料のね、専用ボトル買ったんだよね、ネットでさ。それをね、また多分受け取んなきゃいけないんで、もう一人だからさ。多分あれ、土曜の夜に来たけどさ、土曜遅ければ多分日曜の夜になるかもしれない。それは問題。このネットでそう、300ml 入りのさ、300ml 入るアルコール燃料ボトルを買ったんだよね、あれね、ネットでね。でも一人暮らしなんで受け取れねえからさ。今日来たみたいだけど、今日当然仕事で受け取れなかったんで、土曜の夜ってことでまた来たけど、土曜日も遅かったら受け取れないからさ、ダメだ、日曜日になるね。アルコール燃料ボトル。ねえ、あれ300ぐらいちょうどいいと思うんで、いろいろ買って。ね、一泊二日程度だったら十分、300もあれば足りるんでね、今度はそれでね、山行くときに、そのアルコールバーナーで、やってみようかと思ったんで、それで買ったんだ、あれ。明日仕事、今来たのかな？今来たの。今、土曜日は仕事で出かけてね。じゃあ、そんなの、じゃあ、この辺でおやすみなさい。今来た人は録画の方、またね。何言ってるか分かんないでしょうがない。ピカさんもどうもね、おやすみね、また明日。終わりました。じゃあ、最後どうする？最後この歌で終わろうか。最後はこの歌で終わろう。最後の締めはね、ローカルの締めはこの歌。我が人生に組み出し。鏡に映る我が顔にグラスをあげて乾杯を。たった一つの星を頼りに、はるばる遠くへ来たもんだ。長かろうと、短かろうと、我が人生に悔いはない。この世に歌があればこそ、こらえた涙、幾たびか、親にもらった体一つで戦い続けた。気も気をさ、右だろうと、左だろうと、我が人生に悔いはない。桜の花の下で見る夢にも似てる人生さ。順で行こうぜ、愛で行こうぜ、生きてる限りは青春だ。夢だろうと、うつつだろうと、我が人生に悔いはない。我が人生に悔いはない。はい、じゃあ今日はこの辺でおやすみなさい。